はいみなさんこんにちはこんばんは。ここもチャンネルのショーが今日は日本の自動車販売台数減少による日本滅亡論をお送りいたします。よろしくお願いいたします。日本の自動車販売台数がガンガン減少しています。まあ、それによって日本が滅亡するのではないかというような、まあ、そういう理論があるんですよ。これは誰が作った理論かっていうと、 私です。<laughs> いや、私ですって。<laughs> すいませんね。すいませんね。本当に私が、まあ、考えた理論なんですけど、まあ、あの自動車っていうのは大きい買い物じゃないですか。家に続く大きな買い物ですよね。まあ、マンションとか一軒家とか、まあ、中古住宅もそうですけれども、まあ、家を買うその後に大きな大きな買い物。人生においてですね。 ま、自動車というのはあるんですよ。で、この自動車を買うときに、あの、もう、お金がね、やっぱりちょっとどうかな、200万円の車買うときに、200万円現金で、今200万貯金があるからと言って、200万出すのがいいのか、で、まあ、ローンを組んで、まあ、2万円ずつぐらい払えばなんとかなるというローンを組んで、2万円ずつ払うのがいいのか。これ難しいですよね。 まあ皆さん車買うときに悩むと思うんですよ。で、まあ今リースみたいのもありますから、まあ1万5千円で乗れるというリースで、まあ1万5千円ずつ払うのがいいのか。まあただそれは自分が借りてるだけで自分の車じゃないんでね、あのとても気を使いながら乗らないといけないので、まあ自分の車っていう自覚ができるかどうか、あの難しいところですよね。うん、だから、 あのーまあ、車を買うとき、それほど悩むということで、やはり大きな買い物なんですよ。ね。じゃその車が、ね、今、販売台数が減少しています。まあ、このままどんどん減少していくんですよ。なぜどんどん減少していくか,いくかっていったら、まあ、電気料金、ガス料金、生活に必要ないろんな日用品も食料品もがんがン上がってますから、その上がっていく中で、じゃ車に乗るメリットは何なのかということを、ちょっと疑問視する若者が増えてきています。 ですから、もう、いや、車はもういいよって。で、まあ、あの、シェアして乗るね、ちょっとレンタルみたいな形で乗るようなものもあるじゃないですか。そういうのでいいよ、乗りたい時だけ乗ればっていうことで、まあ、自分が所有する車じゃなくていいっていう人が増えてきているんですよ。まあ、それはそれで、まあ、時代の流れかなと思いますけど、でも、そういうようなシェアするね、あの、車を使う人が増えれば増えるほど、まあ、当然、まあ、メーカー、ホンダとかトヨタとかね、 まあ日産三菱とか、まあ、自動車会社松田とかありますけれども、あのどんどん売れなくなっていくわけですよ。で、売れないとどうなるかっていうと、どんどん値段を高くしていかないといけないんですよね。だから今現にあの一番売れているのが軽自動車なので、軽自動車の値段を高くしていかないといけないですね。軽自動車も今頭打ちになってるんですよ。売れてるとは言ってもね。頭打ちで、まあ、あの、まあ軽自動車が主流になっているので、 軽に、まあ、いろんなゴテゴテくっつけるわけです。で、これ、あのー、本当に、あのー、内々の話ですけど、いろんなものくっついてるじゃないですか。例えば、あの、バックギアに入れると、カーナビに後ろの、あの、風景が映って、まあ、それを見ながら、あの、バックできるとかね。あの、それって、必要かどうかって言ったらいらないんですよ、そんなの。本当に。だって今までそれがなかったから、 何があったかって言ったら、実は大したことないですよね、まあ。でかいトラックとかバスは別ですよ。それはあった方がいいですけど、まあ、乗用車って基本的に見えるんでね。まあ、見えますから、まあ,あの、それほど必要なものではない。でもそういうものとか、あとはなんかあの、正明衝突しちゃいけないし、ぶつかっちゃいけない。ちょっと回避するとか、車線からちょっとはみ出たら、なんかちょっと警告音が鳴るとかね。まあ、そういうようなレーダーみたいなものついてる車あるじゃないですか。 で、あと、ブルートゥースとか、まあ、携帯から音楽を飛ばせるとかね。まあ、いろんなものついてるんですけど、あの、なぜつけるかって言ったら、便利だからつけるんじゃないんですよ。あの、ゴタゴタつけると、必ず故障しますよね、どれかね。で、故障すると、直すたんびに4万、5万と取れるわけですよね、ディーラーはね。だから直すと、あの、要するに部品を供給するわけですね、交換。うん、だから、あの、儲かるんですよ。だから、そういうのが、 まあ、今までにないものが5個、6個ついてますよ。軽自動車でもね。その分、高くできますよね。車体価格をね。だから、車体価格は本来安いんですよ。そういうゴテゴテしたものをつければつけるほど、まあ、値段が上がっていって、まあ、200万超え。今、あの、グレードが上がると松、松、ツ田とか、まあ、トヨタも軽自動車出してますよね。なんか、あの、ちょっと共同みたいな形で生産でね。あの、まあ、ダイハツと組んでるのかな。 鈴木とかね。あの、そういうので出てるじゃないですか。その軽自動車のグレードの高いやつって220万とかするんですよ。考えられないですよね。軽自動車で220万。すんごいですよ。だけど、それでも買う人がいたんだけど、今、激減してるんですよ。そりゃそうですよね。軽自動車220万払って、で、ガソリンがまたどんどん上がりますから、まあ、リッター200円にはなりますよね。レギュラーがね。で、軽自動車は、まあ、 あの、軽油じゃないですよ。軽だけど、間違えて軽油入れしてる人いるんですよね。慣れてない人。軽自動車はレギュラーガソリンですから、まあ、レギュラーガソリンリッター200円超えると、大変じゃないですか。それだけでもね。ガソリンだけでも。で、いろんな部品が、まあ、壊れるようにできてるから、まあ、どんどん取り替えなきゃいけない。1年、2年で壊れていくんですよ。で4万、5万とかかる。いやこれかかるなお金っていう実感が、まあもう、ええってなってしまって、 まあちょっとこうきついわけですよね。そういうのを実感してしまうとね。だから、いや、これはもう手放すしかないなということで、まあ自動車辞めたっていう人が増えてるんですよ。本当に。まあ都会にいたりね、まあ大阪でもそうですけど、中心地にいたら、まあいらないんですよね。まあ電車もあるし、バスもあるしねだ。だからまあ欲しい時だけ借りればいいわけですから、とりあえずもう、まあ買わないんですよ。で、買わないとどうなるかって言ったら、 メーカーって、トヨタとかホンダは、あの、余計値上げするんですよ。売れないから。要する利益を確保したいんですよね。だから、台数と売り上げっていうのは比例してるわけですよ。だけど、台数がいかなければ、もう値段を上げるしかないんですよね、1台の。で、台数が今までと同じ台数売れたような利益を総合利益で出さないといけないですから、まあ、1台1台の売り上げを、まあ、あの、値段をね、あの、価格を上げるしかないんですよね。 そうすると、まあ、値段、ま、あの、買う側の一般市民にとっては高すぎる。高い。え、何これということで買わないんですよ。で、ここで今目をつけているのが中国。まあ、中国の車だんだん良くなってますよ。はっきり言って。まあ、真似してきたからね。ずっとね。あの、トヨタとかね。ホンダのね。で、分析して確認して、で、いいものを作って、そうか、こういうところで手抜いちゃいけないんだなっていうのも学びましたから、まあ、中国の自動車が急に成長してきてるんですよ。いいですよ。すごく。 うん。あの、見たことあるけど、いい。あの、ちゃんとしてる。で、まだね、もうちょっとだけど、だけどまあ、安い。全然もう値段、安い。どれぐらいだろう ?3 分の2ぐらいですよ。今、全、全、あの、いろんな車、あの、2000cc とか比べても。値段はね、3分の2以下。半分まではいかないですね。まあ、3分の2ぐらいですよで。安い、あの、お得感あります。余計なものついてないしね。 それでいいんですよね。で、それで、まあ,あの、中国は日本を狙ってるんですよ。もしかしたら、我々の車を輸出すれば、今だったら入れ替わりでね、値段上がってるし、高いしね、あのー、売上下がってるけど、我々の車だったら買ってくれるんじゃないかなと思って、虎視眈々とね、狙いをつけているんですよ、今現在。で、なんとか日本に輸出できないかなっていうことで、車もまあまあいいの作ってるんでね、まあこの値段だったら買うんじゃないかなっていう感触はあるんですよね。 だからそれを、まあだからやられちゃうかもしれないですよね、中国の車にね。だけど、中国っていうと、中国の生産した車っていうと、なんかちょっと壊れるんで危ないんじゃないかっていうイメージが、いまだにある、まあそんなことないですよ、本当にもう。もうないんだけど、なんかあるんですよね、イメージってね、人間にね。だからまだイメージがあるんで、すぐにね、じゃあ中国の車、どんどんみんな買うかって言ったら、まあそうはいかないと思うんですよ。なかなかね、時間かかると思いますけど。 ただ入れ替わりのチャンスじゃないかと言って、まあ、狙ってるというのは事実なんですよ。だからこれからだから入れ替わるかもしれないですね。だんだん日本はだからもう車で持っていた部分ありますから、車大国なんでね、生産大国なんであの。トヨタって言ったらすごいわけですから、世界中ねいや。トヨタすごいですよ。だってアフリカのジャングルの中に行ってもトヨタのトラックが走ってるんですよね。すっごいことですよ。 トヨタって書いてあるんですよね。<laughs> なんだかわかんないけど、なんであのロゴをあんなにでっかく書くのかわかんないけど、トヨタって書いてあるんですけど、あのそういうトラックとかバスみたいなとこ走ってるんですよ。すごいですよ、それは。まあ、どこ行ってもトヨタ走ってます。あモンゴル高原の山の上行ったってトヨタ走ってますから、トヨタはすごいですね。それはね <laughs> びっくりするぐらい。なんだけど、日本の国内では売り上げが、まあ、下がってる、台数下がってるんですよ。販売台数はね。 まあこれは、いろんなものが値上がってしまって、給料が上がらないので、車を維持するような余裕がなくなってきているということで、これ日本が衰退に入ってる、衰退期にね、衰退してるということなんですよね。だって入ってくるお給料とかお金が全然変わらない。いや、下がってる人もいる、むしろね。その中で、いろんなものが値上がりしてきつくなっている。で、余裕がない。車を持てない。もう車を持つ余裕がない。もう、あの、車をね、ちゃんと維持できない。 ガソリン代もおお、高いってのけぞってしまう、これだと車は乗れないですよね、当然ね、保険とかいろんな料金もありますから、付随するね、だからこれはね、どんどん乗らなくなっていくということで、まあ、どんどん売り上げが下がれば下がるほど、まあ、日本のメーカーは困るわけですよね、やっぱり日本主体ですからね、だから日本の車が売れない、日本で売れないとなると、いや、これどうしたらいいんだってことになってしまっている。 もうこれどんどんひどくなりますよ。もっとね。だってもっと値上がりするんだから。7月に入ってからも、もうかなり値上がりしてますよね。ガソリンもまた値上がるんですよ。うん、あの、どんどん上がっていきますよ。だから平均的に、10月になったら絶対レギュラーガソリン200円、リッター超えてますから、まあ、廃屋は230円ぐらいいくでしょ。見たこともないような値段になってるんですよね。その中で、よし、新車買うぞとか言って買えないですよね。 もう本当と帰ってあのガソリン食う車とかあのねあの三千0 0 c c の車とかね買えないでしょうあの希望とか魅力とか願望もあるんですよそれアメリカのでかい車とかねベンツとかねなんか乗ってみたいじゃないですかでっかいやつねクライスラーとかね五千0 0 c c とかねだけど廃翼で5 0 0 0 c c 百十リットルのタンク満タンにしたら大変なことですよね二万三四千飛んでいくわけですよね1回の給油でね 1>, 1回の給油で2万34000円払えるかって言ったら、ちょっとね、きついじゃないですか。だから、いやそんなこともできない。じゃあ、日本の K かって言っても、K でも見たらびっくりする値段、お,お200万超えるのか、K で。で、ガソリンもリッター200円超えてたら、いや、ちょっと待ってよ、手出ないなっていうことになってしまうじゃないですか。うーん、だからどっちにしてもね、やっぱり車をね、もう持つっていうことが、もうこれはね、あのー、 お金持ちの持ちちちの物だなななっっっててていう風な感覚になってきちゃってるんですよ。もうそうなっていくんですよね、いかざるを得ない、そうすると何が起きるかっていうと、必然的に台数売れないから、車の会社がおかしくなっちゃうで、もっと車の値段、国内では高くなるんですよ、バカみたいに。ものすごい上がりますよ、軽自動車300万とかなるでしょ、だから、このまんま行っちゃうとね、だって売れないんだもん、売れなければ値段上げるしかないんですよ。 でも300万の軽自動車買うかどうか。いやー、だから、いや、だけどみんなおかしいよね。だって物を大事にしろって昔習ったでしょいろんな人から物を大事にするんだって殴られたりしたよね、昔ね。そう、あの昭和の時代はね。なのに、自動車にいっぱいちゃんと直しながら乗って大事にしてると、あの、なんでそんなボロボロの車乗ってるんだとか、あの、税金高くするぞとか言って、10年以上の車って本当に高いんですよ。 で、なんで高いんですかって。いや、古い車いつまでも乗ってるからだよっていう感じなんですよね。え、おかしい。物を大事にしろって習わなかったのかなこの人たちと思 <laughs> いながら。いや、私の車すごい古いんですよ。古い車が好きで、あの、今の車がね、好きになれないんですよね。あの、手元になんだろう、あの、変なリモコンみたいな、なんかゲーム機みたいな感じでハンドルにスイッチがついてるのが大嫌いなんですよ。あれが嫌なんですよ。邪魔なんですよ。運転するときに。あんないらないですよ、あんなもんね。 本当に外したいけど外せないでしょ買っちゃったらね。だからそれがない車買うと、もうすごい前の車なんですよね。いや、本当あとドアの、なんか閉めた時の、後ろのドアもそうだけど、パシッっていうね、薄い、あの、なんか音が、もう耐えられないんですよ。あれアレルギーですね。本当に、ドアバシアレルギー。本当あの、ドカンっていう、ドーンっていうドアじゃないとダメなの。あの、もう乗ってらんないの、イライラしちゃって。 ドアが開け閉めがドンってなるのがいいの。そうじゃない車乗れないんですよ、もう。なんだこの車車じゃないなってなっちゃうんで。いや、だけどなかなかないんですよ。だから古い車しかないんですよ。じゃあ古い車をめちゃくちゃ直して乗ってるんですよ。多分、新しい車買った方が安いぐらいもうお金つぎ込んでますよ。本当に。うん、だからあの、いろんなところの部品とか、あっちこっち壊れている、また壊れちゃうんで、どんどん取り替えるんですよ。 そうすると、まあ、年間で3、40万は絶対使ってますからね、修理費に。でもそれ乗りたいんですよ、その車に <laughs>。でも車そうやって直すって乗ると、軽自動車でも普通の自動車でも日本車って丈夫にできてる。あ、今じゃないですよ。今の車ダメですけど、あの、10年以上前の車は丈夫にできているので、だいたいね、30年ぐらい乗れるんですよ。そうやって部品取り替えればね。エンジンはだいたい30万キロ。30万キロで、まあ、もうダメ。 25万キロ超えると危なくなってくるけれど、25万キロまで全然大丈夫なんですよ。ちゃんと部品取り替えてメンテナンスして乗っていくと。車体も。だから25万キロまでは OK なんですよ。まあ、車体自体は30年ぐらい大丈夫。まあ潮風とかね、あのそういうとこは当たりっぱなしだとはまた違いますけど、話、条件はね。だけどまあまあ普通の管理してちゃんとやっていけば、まあ30年車体大丈夫で、部品取り替えていけばまあ大丈夫で。で、エンジン25万キロまでは大丈夫なので、 まあ結構長く乗れるんですよ。だから。だから25年ぐらい乗れるでしょ。絶対ね。うん。だからそれで乗りたいんですよね。あの、昔の車をね。ちゃんとドアがね、ドンって閉まるやつね。あれじゃないともう乗った気、乗ってる気がしないですよ。全然。ほんと、やんなっちゃう。<laughs> ねだから、まあ皆さんわかんないですよ。皆さんは、あのね、まあどんなドアでもいいかもしれないですけど、私ダメなんですよ。本当に。あの、あとは走ってる時のハンドルの感覚、ふにゃふにゃだとね。 乗ってらんないですよね、そんな変な車ね。まあ、今の車、みんなふにゃふにゃだもんね、ハンドルね。な何、あの、こんにゃくみたいにふにゃふにゃいなのね。<laughs> どうして <laughs> ね、走ってる感じしないですけどね。まあ、だけど、そんな車ばっかりで、ちゃっちくなっちゃってますよ。なのに高い。だから乗らない。ガソリンも高い。ね、どんどん乗らない。だから上がっていく。まあ、悪循環に入っちゃってますよね、日本ね。まあ、このままだから日本が衰退していく縮、まあ、図なんですよ、自動車の販売ってね。 だから自動車の販売が落ち込んでるってことは、まあ日本が衰退していく始まりが始まってるってことですね。まあ始まりの始まりの始まりってことですよね。うん、何言ってるかちょっと自分でもよくわかんないですけど、まあ始まってるってことですよ。<laughs> つまりね。まあ皆さんね、ちょっと気合い入れてね、まあ行かないといけないですよね。どうしても車が必要な地域もありますからね。まあだけど直しながら長く乗るっていうのが、まあいいと思いますよ、一番ね。だって車大事にしてるわけだから。ね。 あの、大事にして文句言われるすぎ合いないですけどね。私はもうずっと大事にしていきますよ。まあ大事に大事に大切にね。まあということで、皆さんね。まあちょっと、まあだけどね、車好きな人はね、車乗った方がいいですよ。お金余裕があるんだったらね。だって楽しいじゃないですか。ね。雨の日だって車、自分の車でね、だってどっか行けるわけですよ。ね。それはもういいことですよね。自分の空間っていうのは確保できますからね。 まあ車が好きじゃない人はね、そんな車必要ないですよあの。はっきり言って、都会にいたら必要性ないですからね、そんなにね。まあ、車好きだったら別ってことですね。まあ、皆さん、でもね、まあ、経済的な面もこれからきつくなりますけども、なんとか乗り越えていきましょうね。工夫してね、いろいろ、まあ、収入増やしたりあの、安易にね、なんか変なものに引っかかってあの増やしていこうと思っちゃいけないんですよ。あの騙されちゃいますから。そうじゃなくて、確実なもの、自分の才能とか努力とか、 自分ができる絶対的なもので増やしていくということですね。頑張っていきましょう。応援しますんでね。頑張りましょう。ということで、今日は、まあ、日本の自動車販売数に、えー、関するお話をいたしました、まあ。結論として日本は滅亡する方向に進んでいるということですね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。